さあ、本拠地での広島3連戦やっていきましょう。うかでございます。試合開始。横山投手。なるほど。今回対決の可能性もあるということだね。ホームでね、今ね、来てるんですよ。結構調子は。なんとか2試合連続ホームランも叩き出してるし。なかなか流れは来てるから、この勢いに乗ってもっと成績を残していきたいですね。頑張ります。とりあえずね、もうできる限り、今度は25本もね、見えてきたんで。頑張ります。さあ、まず、初回。打率でも下がってんだよな。あ、でも同率1位か。安倍さんが結構降りてきたな。3割3分。相手、ジオ。今のは見える。今のは見える。タイミング合わなかった。遅い球はな、どうも。やべー。しょうがない。チェンジ。しょうがない。最初は。まずはしょうがない。これは。さあ、そして、おお、いいね。2点リード。ノーアウトランナー1塁。先頭とかでもないね。別に。やばいやばい。打率が。相手はちょっとピンチで。おお、いいとこ！よっしゃー！オッケーオッケーオッケー。繋いで繋いで。センター前ヒット。よっしゃー、チャンス拡大。ジオは12打し、打者12人に対してヒット4本。フォアボール2つか。ちょっときついんじゃないか？うわわわわわわ。これ交代育成ぞ。変わってるし。第3打席。頑張りまーす。若い K。わあ、1球ボール。さあ。いいとこ。低めに集めてくるな。すげえ低め。でも急に高めきそうだな。裏、振ってしまった。綺麗に高め振ってしまった。もったいない。さあ、そして、なんとか第4打席。そして次の3番、若い左のボス。さあ、行こうか。攻め、70打点があと1点か。よく見たら、あ、梅津選手が違うわ。いいところへ決めてきます。ワンアウトになっています。おお。ワンストライク、ワンボール。今シーズン放ったホームランの数が21。うおー、今危ね。よし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 。いいよいいよ、球見えてる。さあ、一応球数ボーナスは稼いで。よし、見た見た、危ない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 。危ねえ、今危ねえ。完全に振る気でいたわ、今。よしよしよし。とりあえずヒット1本、フォアボール1つと。はい、勝ちました。チェン、かん、おー、すげえな。12勝目か、これで。13勝目か。うえぇ、勝ちますな。快勝。13勝4敗、ジオは2勝6敗。3打数1安打。あ、川原選手。はい、川原。まあでも、ありがとうございます。さあ、そして、どうしようかな。ちょっと状況的に、ストレッチをしておこう。体の調子をね、やっぱ整えておかないと。なるほど。3回裏、ノーアウトランナー1塁から荒木のレフトスタンドへ飛び込むツーランホームラン。ははー、なるほど。あ、今ちょっとゲーム数見るの忘れてたな。ごめんなさいね。ちょっと結構飛ばしちゃって。メンタル、絶好調にしておこう。さあ、それでは行くぜ、試合。目が合った、すごい投手。以上だ。よし、行くぞ。よろしくお願いします。負けらんねえな。特に、守備、まあ、やった方がよかったかなっていう、ちょっと後悔もあるところでございます。まずは、20、いや、まず打点70だ。うん。目指すわ。頑張っていきましょう。おー、秀典さん出てる。なるほど、なるほど。さあ、そして、はー、なるほど。
結構だからこう濃ゆいメンツだよね。2010年もなかなか。あ、一応トップ出ましたね。打率3割台でも一輪差か。さあ、うい、1球ボール。まずは見る。今のタイミングが合ってれば行ってたかも。あ、バカ。あ、やべ、危ね危ね。やべえ、あれ面白いかも。抜けんかい。よし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 。ヒット一本、ラッキー。これは広いもんだね。うん。守備位置的にね、偶然抜けたって感じが否めないから。さあ、0対0で。広島はまだノーヒットか。70打点、ホームランで決めたいな、70点目。どう？抜き、いやー、でもまあまあまあいいや。よしよしよ。これツーベースいったんじゃない？オッケー。先頭打者ツーベース。これでかいでしょ。あとはよろしく。さあ、そして後続がこれ1点入れるやつだよ、これ。入れない。そして綺麗にこれ、まだノーヒットか。第3打席。ノーヒットノーラン継続中？そしたら相当すごいんですけど。こっちも援護しなきゃな。まあまあ1球見て。やべえ、あ、でもこれ面白くはない。普通にアウトだ。あー、残念。援護してあげたいんだけどな、なんとか。このノーヒットピッチング。理想的な。あー、ダメだった。切れた、ノーヒットノーラン。まあ、しょうがない。あ、チャンス来た。ワンアウト、ランナー。一、二塁。このチャンスでかいよ、これ。うん。このね、理想、もう投手戦、なんとか僕が止めたいね。まあ、投手戦かな？投手戦だから同じこと言って。あー、やだやだ！やり直したい！すごいやり直したい、今の。違う違う！今の違う！やりたかったのはそうじゃない。あ、でもよし、1点入った。そう、そして、はい。でも今日一応2安打と。おぉ、気持ちいいじゃないですか。伊藤投手がもう18番背負って。1安打完封？かっこいいな、だとしたら。すげえや。もうノーヒットならまであとちょっとだったな。もう先発として最高の勝利を挙げてる。7勝3敗。ほい。今日は4打数2安打。悪くはないんだよな。2塁でボーナス。ほい。さあ、そしてどうしようかな。ちょっとだからダラダラが来てるから、ちょっと軽く素振りしておこうかな。で、どうしよう。ジムどれぐらい溜まった ?2800。もうちょっと待ってみるか。ちょっと、じゃストレッチ。はい。本日の試合はこんな感じ。9回を見事投げ完封勝利。完封勝利以上のものがありますけどね。じゃあ3連戦終わったら見ましょう。どんな結果どうなるか。どうしよう。雑誌インタビュー受けちゃおう。はい。よろしくお願いします。まあ、ちょうどいい感じ、心は落ち着いているというところで。横山選手。さあ、監督賞ある上で試合開始。今、でもなんか、ホームで強くないっすか？そんなことないか？まだ、中日。でも、ホームに強いチームっていうのは、やっぱりね、それはファンだって、嬉しいですからね。そのホームで試合見て負けちゃう、ちょっとなんか嫌な気持ちになるというか。ねえ、お祭りムードあるじゃないですか、ホーム特有の。さあ行きましょう。さあ、セリーグ、18回戦。名古屋ドーム。よろしくお願いします。さあ、いきなり1点ビハインドスタート。思い切ったスイングを見せてもらいたい。打率3割3分2厘でまたまたトップへ躍り出てる。いい勝負ですよね。ゼフ長の前剣か。ゼフ長の前剣相手に、これワンチャン。うわぁ、いい当たりなんだけどなぁ。真正面。これは運がなかった。すげぇ高めでいい当たりしたんだけど、あれ？やばいやばい。
3点ビハインド。4回の裏ドラゴン、うわマイケン絶不調でも0点か。来い、いいとこ、よし落ちろ、オッケー、まずワンヒット、オッケーオッケー、先頭出た、先頭、よし先頭出した、出塁、そしていって、よしよしよし返してきた、いいよいいよ、ここに来て一気に逆転に向けて、ツーアウトランナー一塁、どこに入れてくるか、おお、ワンストライクノーボー、次の2投目、いやー待って今の違う、ごめんなさい違うんだよ、くそ今のな、もうちょっとカーソル上だったな、完全になんかもう無意識に体がボールの下を叩こうとしてる気がする、別になんかこうそうしないようにって意識してるんだけど、結果的にそれいかんな、これはダメか、あーうっそ、全然だこれ、くそー、うわ結局うわプラマイゼロになっちゃった、さあそしてその後1点返す、だあ来た、ツーアウト、最後のバッターになるか否か、あやばいライバル来た、ここでうわ完全に抑えに入ってんだよな、さあカープ守備の変更がありました、イオーレフトの守備につきます、まだ5球しか投げてんだ、この打席で試合の行方が決まります、勝利まであと1人になった、今のチャンスっぽかったぞ、ちょっとワンストライク、さあ次のボールは、さあ来い、もう危ね、外へ2球持っていきました、1球見ますこれは、さあ次、はあやばい、今なんかもうなんだろう、言葉が出なかったうわーまた打たされた、はあっていうなんかもううわーなんだろう、いわゆるため息をあえて吸ったみたいな感じ、今のでなんか結果わけわかんなくなっちゃったっていう、もったいないことしたな今の、いやきついですよこれは、敗北、マイケンなんとか勝ちと、5打数1安打、一応ゼロじゃないだけまだマシか、さあということでスケジュールとしては広島が終わって、次は巨人、練習あって巨人戦ですね、続けてホームでやっていきたいと思います、お楽しみに、最後までご視聴ありがとうございました、気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします、動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録高評価コメントお待ちしております、明日の動画でお会いしましょう、うかでした、レイでした、またね、またな。